澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあまずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますかね。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりましょう。ストバックに突き刺さります。スイープしてまいります。ガードを取ります。下から切り返します。ストマックを狙ってまいります。ストマックへの攻撃であります。強烈に打ち込みます。ブロックします。逆に上になります。足を絡めます。抜けてまいります。ローを打ち込みます。腕をフックします。させません。テイクダウンを奪います。ストマックに突き刺さります。ストマックを狙ってまいります。上を取ります。ガードします。選手っていうのはね、試合をやってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。はー、でもね、試合終わってこうシャワー浴びて控室に戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも痛くなったりしますからね。あ、そうなんですか。うまく返しましたね。マウントから掌底攻撃。バックに回ります。外してまいります。寝技のスペシャリストでありますこの男、そのサブミッションの数々は瞬時に相手の逆観察を決めてしまう代物であります。そのあたり注目してまいりましょう。スイープしてまいります。ブリッジ使って返したいですね。ストマックへの攻撃であります。下から返してまいります。逆に上になります。強烈に打ち込みます。強烈に打ち込みます。ストマックへの攻撃であります。おお、馬乗りから相当見舞っていく。ガブリの体勢に移行します。下から返してまいります。逆に上になります。足を絡めます。外してまいります。膝へのキックです。ちょっとこれ効いてますよ。はい、ちょっとグラッときましたね。2 3、ローを打ってまいります。ローキック、ローを打ち込みます。キック攻撃を見舞います。ダウン1 2 3 4。ガードします。マウントを取ります。これは読まれてますね。はい、上を取ります。ストマックに突き刺さります。ストマックを狙ってまいります。ブロックします。ストマックへの攻撃であります。させません。あー、ブロックしてますね。ガードした。外した。ローを打ち込む。強烈なキック。あっと、キャッチした。あっと、逆に蹴っていった。顔面が歪む。ストバックに突き刺さった。強烈なローだ。ローキック強烈。あ、危ない。これかなり効いたんじゃないですかね。